エリアス・カネッティは、ブルガリア出身のユダヤ人作家、思想家。1905年に、ブルガリアのルスチ区クで、スペインから逃れてきた、ユダヤ人の家庭に生まれる。母語は、ラディーノ語だったが、幼くして、英語を、ついで、フランス語やドイツ語を学んだ。著実においてはドイツ語を用いている。1913年に、ウィーンに移住し、ウィーン大学で科学を学ぶ。 1929年に学位を取得、この頃に代表作である小説、めまいを書き始める。ナチスドイツによるオーストリア併合の際にもウィーンに泊まり、ナチス党員や人々の様子を見守った。後にこの時を解雇して、ナチズムとの具体的な体験を持ったこの半年間は、それ以前の何年にも、まして、私の目を開いてくれたと語っている。その後、 1939年にユダヤ人迫害を逃れてイギリスに亡命した。亡命後、自らの体験をもとにしつつ、膨大な資料を導入して群衆の解明に取り掛かった。諸学問に深く関わりつつ、独自の立場から行われたその研究は、1960年発表の群衆と権力に結実した。文学者としてだけでなく思想家としても優れた作品を、 完成させたカネッティに1981年にノーベル文学賞が贈られている。チューリヒにあるカネッティの墓晩年には独特の視点から書かれた自伝的三部作、救われた下た、耳の中の許可、目の戯れに取り組み、若い日々の時代と社会、そして自らの人生を書き記した。1994年にスイスのチューリヒで死去、その亡骸は、 ジェームズ・ジョイスの隣に葬られた。実定のジャック・カネッティは、ポリドールやフィリップスでディレクターを務め、エディット・ピアフやセルジュ・ゲンズ・ブール、シャルル・アズナ・ブール、ジョルジュ・ブラッサンスや、ジュリエット・グレコやジャック・ブレル、ポリス・ビアンなどを手掛け、新人発掘の名手と言われた。その下の弟のジョルジュ・カネッティは、パスツール研究所教授で、結核の専門家である。ありがとうございます。